信つけてないの？つけたってば。わー、一番見えちゃう。君のメガネない、そこ。ある。撮って。こんにちは。チーズケーキ作ってます。配信つけてなかったんだけど、ありがとう。つけたらっていうんでつけました。エミリいつも配信内でも全部料理何でもつけてくれるもんね。そうそう、いろんなね、ビフテキとかパスタとか、そう、あのアイコン変えました。今ね、クリームチーズに卵と、砂糖、レモン汁入れたとこです。エミリ汁も入れちゃってるか。エミリ汁も入れました。チーズケーキがね、あの好きなんで、ルイージさんがね、絶対一味だけ入れないで、本当に入れてってこと？入れないでほしい、本当に。ラインかけてない。ね、結構荒れてんだけど。何が？マネパクリかぶせんな、モンジェルさんの。それ覚悟じゃない。え？え？何？ごめんね。なんて？え、それ覚悟じゃないの？だっけ、うち配信帰りしとったやん。ごめん、俺のせいだ。うちは昔からモンジェルさんが作ってたの、作ってたんだよ。俺が食べたいって言ってもらったのに。アイコンかわいい。うん、美味しそうに見えた。大変。おー、どすこい、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。ね、真似する人いるよね。今日の夜作るご飯も買ってきたんで、もう、はい、こんにちは。うん、一生懸命なエミちゃん好き。エミちゃん、あー、いえいえ、こちらこそです。美味しそうだった焼き鳥。私も今度真似していいですか？今の混ぜてます。ルイジさん、まだベッド、まだ目つぶってる。開いてるぜ。開いてんのかい。いつまで混ぜればいいんこれ。ダマみたいなのがあるね。これなくなるまで。あ、あ、いや、生クリームはうちレシピにない。レンジでできるやつ。
生理来たらエミタロルイージーラブラブモードになったね。確かに確かに。俺逆、なんでこれ固まるんだろう。なんでこれ固まってるんだよ。プツプツタルタルソースみたいになってる。ブロックしていくね。性格悪いっていうお前が一番性格悪いけ、消えろや。こんな。でもいいんじゃね。うわっ、大丈夫。これお土産ルイジさん、野菜ジュース。もう気にしてない。嫌われようが誰に悪口言われようがうちは気にせん。入ってる？トマト嫌い？なんでコメントで言うの？刑務所でね、こういうパックのジュースが出るんだけど、めっちゃあれなよあのね、畳み方がめっちゃ決まっとるんよ。ストロー出さないかん、これ取らないかん。で、なんか6人組で食べるんやけど、1人がここをなんか開けるん。ここ開けて、で他の5人組がこうやって潰したやつをピックルで出たん。コーヒー、牛乳、牛乳、たまにリンゴジュースとか。で、こうやってこうして、こう入れていくみたいな。そうそう、ゴミ分別めっちゃ厳しいけん、刑務所。あ、小学校もそうなんだ。やばい、お酒が一本もない。買ってくればよかったもん。買ってくれよ。え、ほんまだから俺買ってくる。ほんと、うん、ありがとう。何がいいの？ピンクのやつと。ストロングも飲むのやめたって言うんじゃねえ。じゃあなんかビールがいい。ストロング。いや、ストロングいいや。これ買いました。あとね、これも買いましたよ。ピョン、極激辛2個。絶対だと思う。フルラックポクミョン赤買いました。今日ドンキ行って食べよっかな、後で。ルイジさん絶対食べれない。エミでも辛いもん。エミ太郎完食したよ。1号に言われちゃった。今チーズケーキ64号が粘着してるね。64号は次ブロックしてる。 64? あとでね、見てきたら。みんな64チェックね。これ美味しい。64すごいな。そしたら、
小麦粉をふるって入れていきます。何をもう一回見せるの、これポテトデラックス。これ本当に美味しい。どういう気分、別に何とも思わない。触れてくれて逆に嬉しいって感じ。ん？あれ？もうちょっと混ぜよう。そう、前は薄塩味かな。アシュラさんありがとう。みどりさん優しいからね。マジね。俺には冷たいやのバカお前。女かいつ。俺には冷たいや。バカオって言った？バカオかな。ちょっと小麦粉何グラムか見て。大さじ1やったろ。薄力粉は大さじ1。うん。ふるいがないんでふるいながら入れます。普通に入れてもふるえ出るんでふるえながら入れれます。お酒何飲むんだよ、暇だから買ってきてやるよ。薬中が役に立った。薬中が役に立った。こういうのはめっちゃ慎重してしまうけんね、白い粉を。あ、運営さん、この小麦粉は白い粉です。って言わないで、混ぜます。ストロング一択？ストロングでいいの？ピンクとあ、ビール。エミリー、何？大魔王さんがさっき枠開いて俺聞いてたんだけど、うん、もう俺らの元を離れて川口公平に行っちゃうらしい。え、嘘でしょ？ひどくない？このチーズケーキを食ったら戻ってきてくれるかな、大魔王さんに。川口公平に行っちゃうらしい。引き止めて。ダメ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 。うちらの寂しくない？うちらの生活が。アイテムくれた？あ、大魔王さんはちょうどおるやん。大魔王さんありがとうございます。ダメですよ、大魔王さん。行かないで。寂しい。行かないで。行かないで。行かないで。広島行こか。広島説得する？うん。行かないでって説得する。うん、レシピ見て、どんぐらい混ぜるって書いてある。クリームチーズを熱ボウルにラップをせずにレンジで加熱します。クリームチーズ、ここに書いてある。あ、クッキングペーパーを敷いて、小麦粉を入れて、なんて書いてある。パン、ね、粉気がなくなるまで混ぜて、うん、そっち行けないよ。チンチン丸でしょ。ちょっと画面をちょっと俺映ってないけど確認してくれない？はい、そこ歩いたらお尻とチンチン丸見えだからね。俺そこの廊下歩くところ歩くとき言って。リンゴストロング好き。ごきげんよう。
俺全裸なんだよねって、絶対見えちゃうから俺そこ通るとき見て、これこの画角見て、俺そこ通るとき絶対チンチンとお尻見えちゃうでしょ。見えるじゃなくて通れないんだけど、二度とあっち行けないんだけど。大丈夫、絶対見せないから。いやいやいや、だからフルチンを披露してしまったらさ、世の中のさアバズレヤリマントベラどもがさ寄ってたかってくるだろ。来て通ればいいってことか、そっち。寝すぎるとダメ。誰なのあなたは。来たよって、ありがとう。あーぎゅーん、ありがとうございます。ごめん、名前言っちゃった。手長すぎて邪魔だよな、なんか見るって。確かに、うちあれ今はトベラだって、絶賛生理中。泡立て器ない。何食べてるんですか。これです。これ食べてる、おいしいか。いつものやつじゃねえかよ、うん、何回も食ってる。ブラックペッパー味、かっこいい。顎強いんだよ、こんな硬いの食ってるから。これは GU、 これも GU だ。みんな食ってみてよ、めちゃめちゃ硬いから。で、タッパーにクッキングシートを詰める。買いました。あ、ゆうじさん、そうしようか。ゆうじさん、ありがとうございます。ありがとうございます。なんだこれ、大花火。わー、ありがとうございます。アラブの石油ブリゲーソフトバンク特命さんがねって言ったけど、超中な特命さん、ありがとうございます。え、ニット色違い買った。え、何色買ったんですか。エビのために買ってくるか。じゃあタバコと、タバコいらない、さっきだけ。うん、何飲むの。だからチューハイとビール。特命さんが、特命さんがアラブの石油ビルゲストとサマス特命さんがいないとやっていけない。ちょ、チューハイ特命さん、ありがとうございます。あれは電気は明るくした方がいい、見やすいんじゃん、こっち。じゃあ入れていきます。白かったんだ。こういう感じでいいんかな、これ。美味しそう。ミスディオールまだ来てません。ください。いい匂い。手に入らない。ありがとうございます。何て書いてある？そこでルイジステップだって、ダイヤモンさんが。寝起きはきついか。いや、ちゃんとね、あの大きさもね考えてこのタッパ買いました。ゼロワンさんのいいんじゃない。ごめん、これついてる。これ舐めたら美味しい。わかんない。うまっ、おいしい。やった、うん、うまっ。うまくね。うまい。もうそれだけでいいんだけど、超うまいんだけど。舐めていいのこれ、うん、これ空気抜けします。エミリもベリベロベロ舐めたりする、うん、敵だよ。空気抜けしたら500ワットで見せて俺の大魔王さん取ったら敵だよ。
川西は。ラップをかけずに500ワットで2分30秒。簡単じゃん。秒で終わったぜ。なんでだから、なんお酒何？だからピンクのやつと。エミリーに1万円ぬら抜かれた。ありがとう。ここにある。抜かれ。抜かれた。置いてるじゃん、ダンテ。言い方悪い、言い方悪い。ビール任せる、何でも飲める。ビールって何だよ、ビールって何でもいい。何ビール？アサヒ。アサヒのスーパードライディの、うん、1本と、うん、500のアサヒ1本と糖質オフのビール。糖質オフのアサヒ。アサヒの糖質オフのビール、うん、何でもいいよ。とストロング？うん。あとワインのやつはあるの？うん？ワインのやつ。シャンパン？わかんないけど。あれは違う？うん。あ、靴下あったかい、これ。マジお気に入りこれ。ルームソックス。足のサイズ 24.5。 ピンクピンクですね。ルイージさんを見たい。ルイージさんを見たい。見えるから。めっちゃ走っためっちゃ走ったった。ウケるわ。お腹すいた。ごく激辛でも食べよっか。ペヤングね。今まで一番辛かったのがこのペヤング。ファイナル食べたことない。できました。で、これを、イエス、で、お湯を沸かします。今日の夜は何万とこあるよ。まだ温めるの？じゃじゃんじゃんじゃじゃん。あれ？じゃじゃんじゃんじゃじゃん。2品作ります。熱通さないと。豚汁と鶏天作ります。イエーイ。で、鶏天は、こんにちは。鶏天は
明日ルイジさん帰ってきたらあげるんで、あの下付け、下付けだけ生だとお腹壊す。もうちょっと温めるじゃん。下味お肉冷蔵庫今日が焼き。粗熱取ってやる。今日火曜日だけど、夜勤だよ。塩昆布使った炊き込みご飯とか美味しそう。めっちゃチーズの匂い。で、これを粗熱ね。卵はもうそこら辺は取っていいな。てか卵使わんやん、もう鶏天明日あげるし。2個食べる。おうちの時からずっと見てます。ありがとう。2個か、これとこれ食べる？これとこれ。ねえ。これ、ルイジさんに今度食べてもらおう。食べるでしょ？ちっちゃいやん、ペヤング。これ
韓国のやつ。うるせえな、パジャマパジャマ。お前はパジャマ家か、パジャマ専門家か。しつけんだよ、人に執着すんな。ヘパリズム買ってきたから。いいの？体調悪くならないにヘパリズム買ってきたから、行くから。優しすぎて愛してるね。パジャマパジャマ、うるせえ。エミール、アルコール漬けにすれば誰でも狙えるから、ちょろいから。ありがとうございます。ルイズさん帰ってきたら、この方、あのアイテムくれる。好きなんだろうね、ルイズさんのこと。ありがとうございます。エミリーの枠で投げないようだな。俺の枠で投げてよ。ご常年大丈夫。わー、ルイジさん来たー。匿名さん、匿名さん、アラブの先、ブリゲイソフトバンク、匿名さんがいないとやっていけない長寿の匿名さん、ありがとうございます。ルイジさんにあのお渡しするんで、ありがとうございます。なんかね、これが辛いって聞いたんですよ、一番プルダックで。ありがとうございます。俺もあれなんだよ、担々麺買った。マジ？じゃあ食べよう。お湯沸かしたの？うん。じゃあちょっとなんか甘いもの組み合わせて、なんか私は。今まで寝てました。ソース火薬を取り出し、火薬を開ける。オーケー。おはよう大好き、ありがとう。これはもうお湯入れるだけか。これ作ろっか。どれ？これも2本ぐらいあるよ、差し入れでもらったやつ。どこに置いた？メガネ2個。ファイナルは分からん、知らない。これね、お湯入れちゃっていいの？うん。え、極激辛のやつも食うの？うん。これ先入れちゃっていいの？どっちも。どっちも入れるの？うん。1個ずつの方がいいんじゃない？いいの。伸びちゃう、大丈夫。2つ入れちゃうよ、これマックス。どこまで入れるの？ストップっていう。OK、ありがとう。これもいいんじゃないかな。これが何分だ？これは3分。3分4分。3分4分。
すぎて口腫れた。ファイナルやばい。この前食べてた中本と多分ごく激辛が辛い。ビールどっち？何ビールがいいの？アサヒ。どうかな？それそれそれって言ってるじゃん。それ。三つあるんだけどアサヒ。もういいってそれね。ありがとう。ファイナルやばい。どこに売ってるの？ファイナルって。ねえ、助けて助けて。助けてって言ってるやん。ティッシュは持ってくるよ。もう無理だろ、だって。助けてって言ったのに、なんで助けてくれ。無理だろ。俺が助どうすんの？飲むしかないでしょ。っていうか、それ飲むのが一番でしょ、エミリが。急いでティッシュ取りに行ったでしょ、俺。ごめん、許して、生理。育て方間違えました、うちの子。生理焼き許して。許して。生理焼き許して。ぶりっこしとるつぼりだいから。ブロック。そうだろう。ぶりっこブロック、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 ぶりっこブロック。許して。お湯捨てないかんわ。いいの、もう捨てちゃって。こっちも捨てんの？どっちも捨てんの？お湯。そうそうそう。これどうやってすんの？もう時間経ったのか。多分もういいよね。え、もう結構ブロック入れてるよ。黙って。はい。ごめんね。ありがとう。そうだね、あーね、これはブラックポックンミョン。これさっき作ったチーズケーキ。冷凍庫に入れてほしい。ありがとう。
大丈夫、これめちゃめちゃ熱くない、これ俺行くまでにこれ冷たくなるかい。これね、プルダ、ごく激辛ソース、辛いんだよねこれ。俺一口も食べないで先に言っとくからね。何？絶対俺一口も、どっちも一口も食べないからね。やっと。うまいもって言っとくからね。絶対俺に食べさせてようとするんだから、みんな。ブロックのフェイント、いや、一人したブロック。で、これ、こっちもかけます。辛いの苦手な人無理って。俺普通にさ、これ見て、俺担々麺食うのね、うん、レベチなんだわ、辛いのが。レベチなんだわ、辛いののレベチが、なんだよ、本当はもうレベチなんだわ。ごくきりから食ってみろって。これは美味しいわ。匂ってね、うん、俺それ一回差し入れでね、うん、何にも言わないで食わされたことあるんだよ。普通に食べてみるんだな。そうそう、ふりかけ食べた、うん、いや、もう二口ぐらい食って仕事しなかった。もう帰っていいよって言って。髪の毛やりに来たもん、この間。ああ、美容師さん。そうそう、もう帰っていいよって、俺もやらないって言ってました。じゃあ、熱いうちにごく激辛いただきます。マジかよ。熱いうちにね。マジかよ。もこもこちゃんでよろしくだよ。ルイジさんが食べたら閲覧があるんで。絶対食わない。マヨネーズ持ってくるか、大丈夫か。大丈夫。いただきます。色薄い、全部入れたよ。なんか刺激に麻痺ってんだろうな、もう。いや、これごく激辛だよ。ごく激辛、うん、いただきます。本当だ、俺もね、ちょっと白く見えるわ。じゃあ一口食べて。無理だってな、バカ。辛っ。いや、本当に白く見える。うん、俺も赤く見えるけどね、なんか食ってる人見ると辛っ。そう、白く見える、白く見える。こっちで見ても白く見えるもん、ちょっと。加工で白いってわけじゃないよ、これ。全部入れたわ。40号がすっごいだけだって、うん、ほら、辛い、辛い。無理だって。だから胃が痛くなっちゃうよ。夜勤中あれだぞ、地になっちゃうんだぞ。痛い、口の中が汗かいてきた。
やっぱり一番とびっきりだから、今まで食べたもので。ドンキに行ってさ、自分で買うってのがすごいよね。俺言われても絶対食べないのに。こいつ10辛より辛い。恐怖でしかないですね。辛い辛い。一回せいちゃんに食わされても見たくもない。口の周りよ。やばい。血が出てきた。やばい。目、涙出てきた。なんかもう目で見て毛穴が開いてるのがわかるよ。顔の顔の毛穴がバーって開いてるのがわかるよ。ちっちゃいプツプツ汗かいてる。そう、毛穴開いてプツプツ汗がかいてるのがわかる。鬼だわ。でも誰も言ってないからね、自分で買ったからね。そうそう、ド M だから。口が痛い。こんにちは。痛いもん。あ、ヨーグルト買ってきてあげればよかったね。やばい。レベチでしょ、ホットクラム。やばい。やばいしか言えない。俺洗面所で1時間ぐらい口の中洗ってたけどね、ずっと水入れたくて。ファイナルじゃない、普通の5ヶ月から。ほんじゃあるよ。蒙古タンメンでもね、僕でもすごいと思う。おやりがとうございます。おやりがとうございます。ランキング1位。俺夜勤の準備しなくちゃ。なんか手が震える。
名さん、特命さん、アラマザキブルゲーソフトバンク、特命さんがいないとやっていけない超治療の特命さん、食べた後がやばい、ちょっと保冷剤、食べれない、あ、やばい、喋れない。涙出る。氷ない。やめとけばよかった。アイスある、あ、フルーツある、やばい、なんかお腹が熱くなってきた。唇が痛い。ここ。やっばいわ、本当に辛かった。1位極激辛、2位蒙古タンメン、3位ここから10、1位
下が痛い。次は、あこれ食べ終わったらすぐ痛くなる。食べんだけはよかった。後遺症がすごい。ワンちゃんヘパリーズ効くんじゃない？え？肝臓じゃないから無理か。リーズさん、チューして。開かないでしょ。ありがとう。もう一個あるでしょ。ご飯できから。目の前に目をそらしたいものがあるんです。それ甘く感じる。これいつまで痛いの？くっきり。カメラの子が食べちゃったもん。ブラックコーヒーね。2時間も？本当にやばい。今食べてるもん。噛まずにもう舐めるわ。もうこれが口の中から消えたらもう呼吸で火が出る。
うざい。ありがとうございます。あ、噛んじゃった。チーズケーキ冷やしてる。アルコールもいいの？飲むしかねえな。耳がおかしくなってきた。ね、耳がおかしい。太ってる。なんか水が詰まったみたいな。こっち聞こえにくくなってる。45年ずっとうざいんだよね、君。ルイジさん準備してる。今日は料理する予定です。やばい。なくなっちゃう。今日も波乱が起きそうだな。いつも夜勤の日波乱が起きるからな。舌を切り落としたなもの。あ、でも良くなってきたって思うじゃん。痛くなってくるんだよ。ルイジさん焼き。ね、一回チューして。そしたら治るて。みんなに見えんように。向こうでな。あ、じゃあそっち、ま、あっち向けな。これ捨てちゃっていいのか、これ。
もう食わないだろこれ。あれるあれちゃう。置いといていい。熱っ。熱くない？エミリー、もう涙で目やにになってる、固まって。まあルイジさんのベロが100度ぐらいある。痛いよ、チューできない。あ、辛っ。微妙に辛い。辛っ。辛っ。ケイジさんのベロが100度ぐらいある。ベロ辛っ。七味の後味する。あ、耳が治った今。プチューって言った耳が。これ食えるの？これもうチーズケーキ。ちょっと冷めたけど。食べてみ。まだ微妙にあったかい。でもちょこっとだけだよ辛いの。ちょっと辛いぐらい。固まってる？固まってる。あ、これ飲んだら、これ食べたうち治りそう。はい、あんまり。なんか、ゆみたろが作った卵焼きの方が甘い。いいじゃん、そんな甘くない。あ、うん、うまいよ。美味しい？美味しいと思う。あ、なんかこっちは固まってないわ。外側固まってる。チーズケーキ。もうちょっと冷えた方が美味しそうじゃない？美味しいじゃん。美味しくない？美味しい美味しい。5分で作った。なんか口から何かを奪ったらすぐ辛くなる。うん、あと少ししかない。これも簡単に作れる。砂糖とクリームチーズとレモン汁と薄力粉だけ。あ、缶じゃない。一瞬で食い終わっちゃうんだけど。冷やさんでいいの？こんぐらいだけ残しとったら1本で、それはもう固めて明日ね、うん、嬉しい。介護の薬金やってます。薄力粉いる。チーズ食ってる。レアチーズケーキ食ってるみたい。真ん中。あ、ぷにょぷにょして。あのレンジで、あの一応熱は入れてる。カエデちゃん、エミタロちゃんってダウン症だって。カエデちゃん謝らんと、あのブロックします。ひどいよカエデちゃん。でもカエデちゃん病気なんだろうね。なんかそういうことを人に言えてしまう、うん、心が。カエデちゃんダメだよ、それ人に言っちゃいけないことだからね。ごめんね、心配になった。だってうちはあなたが心配だな。心配じゃないけど、興味もないけど、心配される筋合いないんで。もう終わっちゃったグレープフルーツ。でも良くなった、だいぶ。あとほうれん草あるよ。レベルトのほうれん草あるよ。
これ GU。 昨日玄関寝てた人はあの警察官が送っていった。ダウン症じゃないから。楓さん病気だから、うん、許してあげてみんな。まあ一応謝ってたからブロックはしないけど。ここの4階の人だった。今日の予定は？今日は豚汁と鶏天作ります。お腹壊さない？大丈夫？うん。荒れない？荒れちゃう？ちょっと荒れちゃう？荒れない。荒れない？夜勤の時だいたい荒れちゃうから。寂しい。今のこれちょっと耳痛くなりそう。効果ある？これ俺あるある。これ生理痛すごいんでしょ。ねえ、どうだよ。いつも荒れるんだもん、夜勤の日。仕事中なんか荒れてほしくないんだよ。うん、先週とか真面目だったよ。へえ、2日目先週はエミリが俺のことブロックしたんだよ。俺が監視してるのがうざいからって言って。やばくない？そう、俺が救ってあげれないし見てられないから。これ俺のじゃねえじゃん。そう、ブロックされたの俺。ひどいでしょ。静かじゃない。え、トムヤムクンさんお願いしますよ。本当結構ね、トムヤムクンさんはねこうお姉ちゃんみたいな感じだった。こうしなさい、こうしなさいみたいな。で監視っていうかさ、危なっかしいからさ。お互いだよ。だってエミタルだって朝配信で見てるからね。気になったらチラチラ見ちゃうよな、配信してたらな。ゾワーク見れないね、1ミリも。コメントも見れないし。チラッとなら見れるんじゃない、あのツイッターから飛ぶ。うん、うん、うん、皆さんありがとうございます。いつもありがとうございます。いやいやいや、リスナーが監視している中でもこいつ やり散らかすでしょ、危ないこと。そう、酔っ払ったら聞いてくれないんだよ。監視してても意味ないんだけど。意味ないんです、俺いても。ね、後で叱ることはできるじゃないですか。
なんでその汚いものを持つみたいに食べるの。熱い。行ってきます。やだ、行ってきます。やだ、寒い。辛唇、もうダメだ、辛すぎる。まだ辛いわ、口の中。はい、口あれ。おっ、嘘でしょ。うん、あ、ありがとうございます。あ、セキュブリゲッサーさん、サボス特命さんがいないでやってきて、落ちるな、特命さん。ペヤング、ペヤング、じゃあ泣いてくるからな、気をつけろよ。うん、誰も入れちゃダメだぞ、変な人。ね、辛いの収まる薬あげますよって言われてもあげちゃダメだぞ、家の中勝手に。うん、うん、ね、あのご飯持ってきましたよって言ってウーバーの人もすぐね、鍵開けて入れちゃダメだよ、一回見るんだよ、本当にウーバーの人が来てるかどうか、覗き穴からすぐ開けちゃうんだから。すぐ人入れちゃうんです、誰でも勝手に。ダメだぞ、行ってきますんで。アキラって誰だよ。誰、知らない。そう、行っても意味ないんですよ、勝手に入れちゃうから。皆さんよろしくお願いしますよ、ルイージ怒るぞっつって。皆さんお願いします。甘えん坊の時可愛いんです、生意気な時もありますけどね。落ち着きがない子なんで、一緒にね寝てよって言ってもすぐ5分後にはどっか一人で出かけちゃうんです。目当ててください、ほんと。体調少し良くなったな、なんか顔色、うん、寂しい、うん、もう遅刻しちゃうから。明日11時ね、鳥天、うん、直前にあげとくから。うん、あ、ありがとうございます、お願いします。じゃあな、行ってくるわ。うん、行ってきます。お、送ってきます。いいよ、やだやだ。あ、吸い取られてた。なに？嘘でしょ。仕事着忘れた。落とそっか。投げて下に。
はい。プリントしただけ。はい。よかったね、思い出して。そしたら、これも食べちゃおうかな。どうせしてます。甘えていいですか？生卵入れよう。まず最初にね、だいぶ治ってきたから。激辛極辛プロダック炒め麺。ちなみにさっき食べたのはこれ、チーズとマヨ。チーズとマヨ。これ辛かった。じゃあいただきます。あ、もう固まってるわ。辛い。うん。じゃマヨネーズ入れて、卵も入れよう。マヨネーズ入れて、で混ぜる。うち結構大食いなんだよね。いけるいける。チーズも持ってきたから入れよう。チーズを細かく切って、で最後マヨで蓋するみたいな。こんな感じ。食べてみます。うんうん、うまっ。スイーツスイーツ。
これは普通に美味しいね。全く辛くない。これちょっとネギかけていい？ネギ。ね、混ぜそばみたい。これ5ぐらい。5からって感じ。ココイチ10からは8からって感じ。あ、7からで、蒙古タンメンが8から。うん、マシッソマシッソマシッソ。脱毛してない、毎日一生懸命剃ってる。エンマ大王、これの夜は料理します。鶏天を下処理した、味付けして、明日朝あげる。で、豚汁作ります。下準備。豚汁作った。うん、味噌があるからね。前あのもつ煮込みした時の美味しい味噌があるから、それ消費しないと。血糖値が上がってきてるわ。うわ、ビールにネギが入った。ちょうどナイスナイスボール。昨日エミタルちゃんの真似してみわー、嬉しい。冷凍うどんドボン、美味しそう。その喋り方やめて、その話し方やめて。
豚汁うどん食べたことないな。なんか言いたいんだろうね、人に向かって。普段面と向かって人に言えないようなネクラ人間だからや、言ってみたいんだろうね。何かしら言って、それで快感を得てアドレナリン出してるみたいな超つまんない人間なんだよ。こういう145の性格もね、キモいな。何分析してんのって感じ。暇なんですか。そんなに暇なら麻薬取締捜査官になって、世界中の悪人をスパイしてたらどうですかって感じだ。ん？丸亀豚汁うどんっていうの。生理来たわ。あれいっぱい。あと少し。これ食べたら、調理器具とか準備して、またサムネ撮り直してつけるんで。うん、よかったらね、ゆっこさんのとこに行ってください。ゆっこさん大丈夫、終わるんでね、準備する。よかった、今度ゆっこさんとパセラ行くんで。ジュエリーコムさんです。うん、ありがとうございます。特命さん、特命さん、アダムに先にブルケース、ソフトバンク、特命さんがやってて超チルな、コマちゃんキラキラ、ありがとうございます。豚汁うどん食べに行く。ちなみに明日うちのおばあちゃんのグランドマザーの誕生日、何をプレゼントするでしょうか。うちのおばあちゃんの好きなものはね、超チルなっていうのは超リラックスしてるみたいな。そう、アマゾンだけど、アマゾンで楽天で買ったんだ結局。お肉のセット、肉が好きなんで。唇痛い、マジ大丈夫。誤爆いる、どうでもよって。誤ったらブロックしない。おばあちゃん80何歳か。お肉のセットが明日届く。ってことで、準備してまたサムネ撮り直して、料理配信するんで、よかったらゆっこさんのところに。ごく激辛映った。よかったらゆっこさんのところ、うちもちょっとゆっこさん見よっかな。今度ゆっこさんとパセラ行くんで、無理すんなよ、お大事にって。ルイジさんもお大事に。ごめんね、唇映しちゃった。
ごご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